クレマチスは、近郊外科千人相族のこと、クレマチス族とも言う。学名ある、イエゴのクレマチスは、千人相族の植物を指すが、日本では、園芸用語としてこの千人相族の吊る性、多年草の内花が大きく干渉価値の高い品種を、総称して、クレマチスと呼ぶ。本校では、校舎の園芸用語としてのクレマチスを扱うこととする。 集計用のツル植物として人気があり、ツル性植物の女王と呼ばれている。鉄線及び風車はクレマチスに属する種の名前だが、園芸用のクレマチス全体を指して、鉄線や風車の名が使われることもある。千人相続は北半球に広く分布している。クレマチスの原種は約300種類存在すると言われ、日本をはじめ世界各地に分布している。を持たず、 花弁のように変化した額を持つ点が特徴で、原種は花も小さく、花色も限定される。種子は先端に、無知状の突起があり、その表面に、多数の綿毛を生やす。葉は三室複用か二階三室複用で、鶴生のものでは、傭兵は他の植物の茎などにやや巻きつき、掴むような感じになって茎を固定する。日本産のものは、ボタンズル、千人草。 半昌鶴、風車等がある。ボタン鶴、千人草と呼ばれるものは小型の白い花を多数つける。半昌鶴は釣り金型の花を少数つける。これらではなく、風車のように大柄の上向きに平らに開いた花をつけるものが鑑賞用に喜ばれ、人工交配品による種も作られている。宮間半昌鶴1836年。 植物学者のシーボルトによって、日本の原種風車がヨーロッパに紹介された。今日では、大輪品種の開発に最も頻繁に使用される種で、ある。また、中国の原種鉄線などもシーボルトによって、中国のラヌギ農作や日本の八重咲きの風車は、ホーチュ中によって、ヨーロッパに渡り、それらの種やヨーロッパ原産の品種などと交配により、現在では、 数多くの園芸品種が作出されている。原種をもとに何世紀にもわたって交配が続けられてきた結果、現在では2000種を超える交配品種があると言われている。人絵先、八重先、万、ま、う先、チューリップ先、釣り金型と多くのバリエーションが見られる。なお、日本に鉄線がトライしたのは16世紀と言われており、江戸時代には鉄線や風車をもとにした。 園芸品種がいくつも作られていた。日本や中国では大輪のクレマチスを鉢に仕立てて鑑賞するが、ヨーロッパ原産種及びその交配種は花が小さいことから、ヨーロッパでは主に集計に用いられる。最近はバラと組み合わせてオベリスクやアーチに絡めたり、ワイヤーで誘引し壁面を這わせる仕立て方が人気で、イングリッシュガーデンの主役を飾る。クレマチスには大きく分けて、 鶴を残し越冬する、旧枝咲きや新旧量枝咲きと地上部が枯れ翌年に、新枝を伸ばす、新枝咲きがある。かつては原種に基づいて分類されていたが、属間における絶え間ない交配により、いろいろな系統が混ざり合うことで、系統間にあった境界線が曖昧になり、現在では、グループ分け自体が困難になってきている。以下に、分類の一例を示す。 かつてのパテンス系とフロリダ系を含む系統。4から5月に開花する。八重咲きのものもある。旧枝咲き、または新旧両、枝咲き。代表的な品種はベルオブウォーキング、白まんじゅうなど。かつてのラヌギノーサ系とジャックマニー系を含む系統。6月頃から秋に開花する。新枝咲き。代表的な品種はプリンスチャールズ、ブルーエンジェル、ニオベなど。 4から5月にたくさんの小花を咲かせる。旧枝咲き。敵戦室を原種とする系統。6月頃から初秋に開花する。花は一重でチューリップ型からベル型をしている。新枝咲き。代表的な品種はプリンセスダイアナなど。小立ち性、またはハンズル性。新枝咲き。代表的な品種はカゴ口など。初夏から晩秋まで。 たくさんの小花を咲かせる、新枝咲き。花は、壺型か、ベル型で、過程1.5から5センチメートル程度。春遅くから秋にかけて開花する、新枝咲き。10月から3月にかけて咲く冬咲き品種。花は、少林で下向きに咲く。代表的な品種は、シルホサジングルベルなど、3月頃から開花する、常緑品種。茎や葉の汁が、 皮膚につくとかぶれたり皮膚炎を起こすことがある。詳細は、専人相続を参照。ありがとうございます。